みなさん、こんにちは。アフタービートギターチャンネルの滝沢勝成でございます。どうもみなさん、こんにちは。初心者はとりあえずこれ弾けシリーズ3曲目に突入でございます。邦楽、洋楽と来たので、3曲目はまた邦楽に戻るかなと思うんですけれども、ドーズというバンドのドンテンという曲を今回は練習してみようかなと思います。あれ、なんかダズじゃなくて、なんかドーズって読むんですね。ちょっと僕は知らなかったんですけれども。なんかこう、銀玉でしたっけ？ジャンプの銀魂っていう漫画がアニメになったときに、なんかエンディングだか、なんかオープニングだかで使われてたみたいな感じの曲らしくて、アニメを見てた方はね、結構おなじみらしいんですけれども、僕はちょっとそういうの、漫画とかアニメとかあんま見ないんでよくわかんないんですが、まあ、そんな感じで銀魂というアニメに使われてた曲みたいでございます。普通に聴いていただければわかるかと思うんですけれども、結構ストレートなポップロックみたいな感じなので、わかりやすくて、かっこいいかと思います。一緒に練習していってみましょう。で、今回の動画も1本目ではパーツを練習していって、2本目の動画ではこのね、構成を練習していくって感じにしていきたいんですが、今回の動画はね、ちょっと大変です。1本目のこのパーツ、これもね、なかなかね、練習するの大変ですし、2本目の構成に関してもね、ややこしいので、今回はなかなか、ってこう、食らって一筋縄ではいかないかもしれないんですけども、頑張って乗り越えていただければという感じでございます。それではまず、早速行きましょうか。今回1本目の動画で紹介したいパターン、練習したいパターンは3つだけです。3つだけ。ただちょっと大変。3つだけ。まず1つ目いってみましょうか。イントロのこのパターンです。このパターンを練習していきます。結構簡単にやってるからね、へぇ、おぉ、そうなんだ、やってみようかなって感じになったと思うんですけれども、やってみるとね、ってなると。思います。まずやってみましょうか。人差し指で、まず5弦の5フレットですね。5弦の5フレット。で、ここからパワーコードを作ります。覚えてますか？パワーコード。5弦の5フレットに人差し指が当たるならば、4弦の7フレット、この斜めの位置に小指もしくは薬指が来ると。僕は小指をお勧めしてるんですけども、どっちでもいいです。できれば小指でやっていただいた方が良いかと思います。で、この状態で5弦を弾くと、こんな音。で、4弦を弾くと、こんな音がすると思います。で、これで OK なんですけれども、この曲の場合はもうちょっと踏み込んで、全部の弦を弾いても、この2本の弦しか鳴らないという状態を作っていきたいんです。もう一回言いますよ。全部の弦を弾いても、この2本の弦しか鳴らない状態を作っていきたいんです。6弦は使わないので、これは鳴らない。こんな感じ。これが、みたいな感じで音程が出てしまうんではなくて、もう弾いてもならない。プッと。で、5弦は使うので鳴る。4弦は使うので鳴る。で、残りの3本は使わないので、鳴らない。鳴らない。鳴らない。もう一回やってみましょうか。鳴らない。で、鳴る、鳴る。鳴らない、鳴らない、鳴らない。全部の弦を弾いても、この音が出る。練習をしてみてください。順番に行きましょう。まず、人差し指の使い方、一つ一つ工夫をしていきます。人差し指の使い方なんですけれども、人差し指のこの先っぽで5弦の5フレットを押さえるじゃないですか。そしたら、この人差し指の先っぽで6弦を軽く触れてください。わかります？ここ6弦軽く触れてるんですけれども。この状態でピッキングすると、6弦ピッキングすると、まあ、こんな感じで音が鳴ってるような、鳴ってないような、なんか微妙な音がすると思います。これで OK。で、その次、5弦に関しては、普通に押さえたいので、5弦を弾いたら、鳴る状態を作ります。で、その次、人差し指のお腹の部分で、鳴らない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 、という状態を作ります。人差し指1本だけで、鳴らない、鳴る、鳴らない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 、という状態を作っていただきたいんです。超むずいですよね。マジでって感じですよね。超むずいですよね。マジなんですよ。これがマジなんですよ。でもね、最初はね、すごいやりづらくても、慣れてくるとね、すごい簡単にできるようになってくるので、ちょっとその辺は気合を入れて乗り越えてみてくださいませ。で、この人差し指の使い方、まあちょっとうまくできなくても、続きに行ってみましょう。人差し指の使い方、なんとなく使い方は分かったら、できる、できない、別として、分かったならば次行きます。小指、もしくは薬指で、この状態をキープしたまま4弦の7フレットを押さえます。で、小指で押さえている方は、この余っている中指で6弦の音を軽く触れます。ぎゅっと押さえて、鳴らすんではなくて、軽く触れるだけ。そ
そうすると、人差し指と中指がこのダブルで6弦にこう触っていることになって、6弦の音がしっかりと止まります。もし中指の使い方が難しければ、とりあえず中指なしでも大丈夫です。人差し指と小指だけでも OK です。でも慣れてきたならば、中指も添えて、6弦の音をミュートするように心がけてみてくださいませ。このパワーコードの使い方、もうこれからずっと使います。これからもパワーコード行ったらもう全部これ。もうパワーコード行ったら全部これです。もうこれ以外の使い方はしないので、もう必ず早めに習得をしてみてくださいませ。この音を出さないテクニックをミュート、日本語で言うと消す音と書いて、消音。ミュートとか消音とか言ったりとかするんですけれども、超絶大事なテクニックです。なんでかっていうと、そのピアノとかと違って、ギターっていうのはそのね、共鳴っていう性質を持っていて、まあピアノも共鳴するけれども、ギターは共鳴して、そのね、意図しない音がすごくなりやすいんですよ。意図しない音。なので言ってみれば、ギターはその音を出すことよりも、音を出さないことの方が難しい楽器だったりとかするんです。出したくないんだけども、つい音が出てしまう。なんか鳴ってほしくないんだけど、つい鳴ってしまう。結構そういうのがね、多い楽器なんですよ。でも今回のその3曲目のこの動画の中で、このミュートの技術を一緒にこう学んでいって、早い段階でこのパワーコードの形、これを習得していければなと思っておりますので、頑張って乗り越えて練習をしてみてくださいませ。何度も言いますけども、人差し指の使い方は超大事です。で、人差し指の使い方、このフォームを維持したまま、小指で4弦の7フレットに行って、パワーコードは完成。で、可能であれば中指も6弦をミュートすれば、バッチリでございます。これ。このフォームの習得が、まず一番の課題かなという感じです。では、ではちょっと続きましょうか。なんじゃそれって感じですけどね。アラスカです。アラスカ。アラーと。ダウンアップで2回、あーらーと弾いたら、スの時に、この人差し指と小指を軽く浮かせて、軽く浮かせてといっても、そのバーンと浮かせるわけじゃないですよ。浮かせるというか、弦に触れてはいるんだけれども、押さえてはいない状態です。軽く浮かせる。浮かせるといっても、その弦から指が離れるわけではないです。弦から指はくっついています。弦から指はくっついているんですけれども、押さえているわけではない。これが軽く離れている状態です。あーらー、ス。指をちょっと、ふっと、スッと力を抜いて、弦を弾いても、こんな感じでスッという音、スッという音が鳴るように気をやってみてください。アラスカでまた弾きます。アラスカ。これを繰り返します。アラスカ、アラスカ、アラス。この左手のパワーコードのミュートに関してはまた、ね、別の動画がありますので、もしよければそちらの方も参考にしてみてくださいませ。うまくできたならば、とりあえず、うまくできなくてもいいや。とりあえず、まあ、鳴りを理解してきて、できる、できないじゃなくて、わかる、わからないで、わかるというレベルになったらば、一緒にちょっと次に進めてみましょう。また時間があったらね、その動画の方も見ていただけると嬉しいなと思います。アラスカ、アラスカ。これがそのアラスカパターンです。アラスカが1アラスカじゃないですか。4アラスカで1セットとしたいと思います。アラスカ、アラスカ、アラスカ、アラスカ。この4アラスカで1つのパターンです。アラスカパターン。4アラスカ。4アラスカで、1セット。アラスカパターンです。4アラスカでアラスカパターン。アラスカ、アラスカ、アラスカ、アラスカ。これで1セット。アラスカ、アラスカ、アラスカ、アラスカ。むずいですね。なかなかどうしてもむずいですね。アラスカ、アラスカ、アラスカ、アラスカ。こんな感じです。アラスカパターン、一緒に頑張って覚えておいてくださいませ。で、その次は、この次のパターン、D、B フラット、F、C。D、B フラット、F、C。まあ、これはコード進行のことなんですけれども、これすごいよく出てきます。で、これはその、さっきはアラスカパターンだったけど、これは D、B だから、ね、暖房ファンクラブにしましょうか。暖房ファンクラブ。暖房ファンクラブパターン。ダンボファンクラブパターン、こんな感じ。こんなん、それぞれのこのポジションに名前があるんですけれども、さっきアラスカパターンで弾いたこの5弦5フレットに人差し指がある位置、これね、厳密に言うと D マイナーっていうコードなんです。D マイナー。でも、まあ、マイナーとかね、別に覚えなくてもいいです。とりあえず、まあ、D とだけ思っていただければいいです。D。人差し指が5弦
弦の5フレットにあると、これは D というコードなんだということをちょっと頭の片隅に置いておいてくださいませ。結構使います。D。で、その次、人差し指が5弦の1フレットの1枚にずれます。ブンと。そうすると、これは B フラットというコードになるんですけれども、まあ、余裕があったら覚えておいてください。5、1。で、その次、ぐーっと上がって8までいきます。8。で、これが F というコードです。で、その次、人差し指が3フレットの1まで。これが C というコードです。なので、まあ、フレットで表すとすると、5183ってことですね。ダンボーファンクラブ。5183。それぞれのコードをさっき練習したパワーコードの形にして、ジャッカー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 。スネ音ジャイアン。スネ音ジャイアン。という感じで破壊弾きます。スネ音ジャイアン。そしたらその次 B フラットにして、スネオとジャイアン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 。こんな感じで破壊ずつ弾いていくと、ダンボファンクラブの完成でございます。ちょっと練習してみてくださいませ。このパワーコードの形をキープしたまま、このミュートの形をキープしたまま、フォームをキープしたまま、横にずらしていくと。横にずらしていたときに、その人差し指の位置がずれちゃったりね、中指で変な弦を押さえちゃったりとか、なんか指が浮いてしまったりとかせずに、うまく形が作れたら、このまま横にずらして、コード進行を弾いていくと。で、右手は全部の弦をジャカジャカと弾きながら、ダウンアップ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 、ダウンストロークとアップストローク、交互に交互に。この交互にストロークすることをオルタネイトとか言ったりとかするんですけれども、ダウンとアップを交互にスネオとジャイアンと弾いたら、ジャイアン、スネオとジャイアン。そんな感じで練習してみてくださいませ。これがそのダンボファンクラブでございます。パワーコードが、ね、うまくできていればそんな難しくはないと思うんですけれども、意外とこの移動するとね、うーって感じになるので気をつけてくださいませ。で、このダンボファンクラブ。ちょっとパターン1とパターン2がありまして、これはお任せします。どっちもいいです。今のがダンボファンクラブパターン1。で、その次、ダンボファンクラブパターン2をちょっとやってみたいんですが、ダンボファンクラブの時のその B と C の位置がちょっと変わります。このパターン2を少しやってみてくださいませ。最初の D の位置。は変わらないんですけれども、その次、B フラットが斜めこっちに行きます。人差し指が6弦の6フレットに来て、パワーコードを押さえると。ちょっと弦が変わるわけですね。さっき、こっちに行ったけれども、こっちだとその弦は変えなくてもいいけれども、遠いっていうデメリットがあるんですよ。けれども、こっち側だとその弦を変えなきゃいけないというデメリットがあるんですけども、近いというメリットがあるんです。どっちでもいいです。もうお好きな方でやってみてくださいませ。バー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 。で、その次 F は変わりません。またここですね。で、その次の C は、このまま弦を上に上げます。8フレットなんですけれども、6弦の8フレットからパワーコードを作るって感じですね。なので、通して弾いてみると、こんな感じになります。これがそのダンボファンクラブのパターン2でございます。どっちかっていうと、僕はそのパターン2の方がおすすめなんですけれども、やりやすい方で構いません。その両方ともね、そのメリット、デメリットありますので、どっちでもいいです。好きな方をやってみてくださいませ。僕としてはまあパターン2がおすすめ。じゃあ、おすすめでございます。これがまあそのダンボファンクラブパターンでございます。で、その次、3つ目のパターン。これもなかなか険しいです。買って損したよパターン。買って損したよ。
なんかすごい、さっきから7それって感じですね。でも一応これはね、一応この撮影を始める前に、一応僕はその楽譜をこのバーッと書いてですね、どんな感じで説明しようかなってことを考えてはいるんですけれども、なぜか僕が説明しようとすると、なんかこんなことになってしまうんですけどね。なってしまうんですよね。ダンボファンクラブでそもそも悩ねんって話ですけれども、一応なんかこう真面目にこうちゃんといろいろとね、練ってるんですよ。ちょっと見えないですけど、白飛びしてしまって、いろいろ練ってるんですよ。ちょっと真面目に考えてるんですよ。その真面目に考えた結果、買って損したよパターンの登場でございます。買って損したよ。やってみましょう。またこの最初のアラスカパターンの時の D のフォームを押さえていただいて、これをジャガジャガジャガっと弾いていきます。でも、ジャガジャガっと弾くんですけれども、ちょっと右手のパターンがね、特殊なんです。ダウンストローク、この振り下げるダウンストロークですね。ダウンストロークの時はこのカクカクっとした記号を使います。これがダウンという意味です。覚えておいてください。ダウンストロークです。で、買って、ダウンです。で、損の時。このチョピンというこのなんかこうチェックマークみたいなのがアップストロークの意味になります。アップストローク、アップ、ダウン、アップ。ここ、あ、いいや。ちょっとやってみましょうか。一緒にやってみましょう。さっきのアラスカパターンの5フレットの位置に、D の位置に人差し指、パワーコード持ってきていただいて、ダウン、いきます。ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、アップ。こんな感じです。ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、アップ。ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、アップ。意外とやってみると何気にむずいというか、その、おーってぎこちなくなるかと思います。ポイントとしてはね、ここは、そのアップがね、こう連続するところ。ここがね、やっぱね、すげえやりづらいんですよ。すごいやりづらいです。ダウン、ダウンと来たら、アップ、アップ。ダウン、ダウン、アップ、アップ。下、下、上、上。で、ダウン、アップを入れると。カカティントトトダウンダウンアップアップダウンアップ。これがその買って損したよパターンって感じです。ちょっとね、最初やってみると、なんかこうね、おみたいな感じになると思うんですけども、ちょっとこれも頑張って練習してみていただければという感じです。で、これが上手くなると、こんなリズムになります。買って損したよ、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 買って損したよ。ポイントはね、力まないことです。なんかこう、ダウンダウン、アップ、アップ、わーって感じで、右手の動きがぎこちなくなると、その時点でリズムが崩れてしまいます。ぎこちなくなってしまうと、力が入ってぎこちなくなってしまうと、その時点で右手のリズムが崩れてしまいます。なので、どういうふうにすればいいかというと、ちょっとこの右手を見てください。こんな感じ。もうめっちゃブラブラじゃないですか。空振りが何気に大事なんです。ずっとこう振り続けていて、ずっと振り続けていて、このピックを弦に当てるか当てないかでリズムをコントロールしてるんですよ。基本的にずっとこう振りっぱなしなんです。でも、ある程度のところで、その、ね、ピックをこの弦に当てたりとか、空振りしたりとか、当てたり、空振りしたりとかして、リズムを作っていくわけなんです。そうすると、買って損したよ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 、というリズムが出来上がります。こんな感じで、買って損したよパターン、ちょっと難しいかと思うんですけども、練習してみてくださいませ。それでは、アラスカパターンとダンボファンクラブと勝手損したいパターン。この3つのパターンがなんとなくできるようになってきたら次の動画に進んでみてください。次の動画ではね、この3つのパターンができる、できないは別として、わかる、わからないでいくとすると、わかってる前提で話をしていきますので、ちょっとあんまりわかってねえかもしれねえという方は、動画を巻き戻しして何回も何回もやってみてくださいませ。それでは、また次の動画でお会いしましょう。そして一番最後にまた恒例のお知らせタイムでございます。私、滝沢勝成、Twitter やっております。TAKIJAWA 滝沢という ID で Twitter やっております。もし皆様、Twitter やってらっしゃいましたら、ぜひフォローしてみてくださいませ。動画の更新情報や、教室の空き状況の更新情報など、ライブ情報などですね、そういったものですね、日々のご飯とかを、つぶやいております。コンテンツとして面白いかどうかと言われたら微妙かもしれないですけども、よかったら、フォローしていただけると、とっても嬉しいです。じゃあ、嬉しい。はい、そんな感じでございます。では、また違う動画でお会いしましょう。また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。